コーナーは何やらかかってますよね。ヤクルトスワローズ公式マスコットつば九郎による出山トークでございます。さあ、それではもう来てますよね。11時前ですけども、お呼びいたしましょう。つば九郎、さあ、やってまいります。つば九郎、つば九郎、あっちにやだね、あっちにやだね、運気を頑張って3回、いや、そこでやるじゃない、こっちは上がってじゃない、そこでやるじゃない、うん、そこの枠作ってじゃない、こっちどうぞどうぞ、はい、おー、大丈夫、フラ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 、お約束のフラフラ、よいしょ、はい、改めてご紹介いたしましょう、つば九郎でーす。注意しといた方がいいって、なるほど、初めて見に行くんだ。え、今野球、ヤクルトファンヤクルトファンなんだ。ちょっとマイクとかしてください。そうなんだ、ヤクルトファンなんだ。ん、何、え、不意のタックル、ちょっと、難しい、子供に対して難しい。僕、日大じゃないよね。不意のタックルとかないから大丈夫。ね、とにかく周りに気をつけるってことかな。はい、これ、あ、すみません、はい、これ、すみません、はい、周りに気をつけろって、なんかね、人多いからぶつからないようにしてねってことかな。そういうことだね、しばらくね。大変な子供なんだから、まだ、はい、ありがとうございます。はい、いいこと。はい、母親と妹がどんだけ説明してもつば九郎先生の良さとか凄さを理解してもらえないんですけど、どうしたらいいですか。どうしたらいいか、うん、どうしたらいいか。つば九郎ね、やっぱり、まあ、ヤクルトファンなんだ。私はそうなんですけど、妹はスターマンが好きなんですよ、はい、なるほど。じゃあつば九郎どうしたらいいですか。不意のタックルに吹き飛ばせ、フィームタックル吹き飛ばせじゃないの。飛ばしダメよ。飛ばさないです。飛ばさないです。いや、真剣に言わないでください、ね、真剣に答えてもらう、やっちゃうから気をつけてください。なんかこう、はい、ヤクルト一回見に行かせるとかね、こういう場所に一緒に来てもらうとか。うち、なんか基本 CS 見る派で、うん、CS 見る派で、あ、OK、チェンジ、OK、チェンジ、すみません。はい、じゃあ他、あ、つば九郎が使ってる機種を教えてください。一緒にしたいと。なるほどね、それはね、真似たいですよね。はい、教えねえよ。いや、冷たいな、冷たすぎるでしょ。別にいいでしょ、教えたところで番号分かるわけじゃないから。番号分かる、いや、番号分かんないから大丈夫ですよね。機種とか教えてもらえればいいな、機種ね。さあ、機種、あとでって、いやらしいな、いやらしいですね。まあ、じゃあ後で教えてくれるんじゃない。はい、後で聞いてください。ヤクルトの中で冬のタックルをするやりかねない選手っていますか。フィールドタックル誰か潰しに行くような、はい、バレンティンありそうですね。バレンティン過去になんかありましたよね、なんかね、あ、ごめんなさいね、ありましたね、ちょっとね、はい、それはちょっとあるかもしれないです。納得いましたか。はい、他、はい、つば九郎が思うイケメン選手は誰ですかと。ちなみに入れました、誰に入れたんですか。原樹里ね、はい、原樹里ね、はい、行きますよ。つば九郎が思うイケメン選手は誰でしょう。86様の金払いの良さ、これはね、宮本コーチのもうこれはもう金払いの良さに男前だということで、ただ票はね、ちょっとなかなか入らなかったかもしれないですけども、はい、つば九郎先生のカラオケの18番は何ですかっていうことなんですけども、さあ、18番何でしょうか。教えねえよ、まあ、どうしたの今日、冷たいね。教えてあげてもいいんだけどな、教えられない、教えられない、うん、はい、はい、君がよ、はい、次行きましょう、次行きましょう。君がよね、毎回ね、試合前にやってますからね。その中で一番楽しみにしてた場所ってどこですか。なるほど、つば九郎もね、いろんなところに遠征行ってますけども、さあ、つば九郎が一番楽しみな球場ありますか。さあ、つば九郎もね、いろんなとこ行って、次も行きましょう。さあ、つば九郎が埼玉新都心、いや、試合してないでしょここで試合して、営業上手だな、つば九郎、営業上手、埼玉新都心、あれ、畑本さんどこにいました。畑本さんいないですね、偉いですね、埼玉がいいらしいんで、はい、ありがとうございます。はい、この辺、今日パトロールしてるかもしれないんで、はい、チェックしてください。はい、他、はい、太陽以外に苦手なものを教えてください。太陽吠えるじゃないですよね。太陽以外苦手ね。太陽以外の苦手なもの。さあ、熱いもの以外も苦手。湿気。基本的にこの時期嫌いなのかな。もうね、梅雨の時期入りますから、今の時期多分嫌いかもしれないです。はい。はい、他、また、はい。
よね。畠山選手は今何してますか。寝てる。いや、ちゃんと練習してくださいよ。練習してほしいですね。今寝てるみたいなんですけども、はい。納得いけないですか。やっぱり上がってきてほしいですか。ね、上がってきてほしいですよね。ちょ、はい、元気そうですと。元気そうです。元気なのに寝てるんですって。いや、ちゃんとしなさいよっていう。はい。はい、他。はい。はい、先日のヒーローインタビューで、うん、ウォーターシャワーの被害をつばちゃんも受けてたと思うんですけど、ありましたね。あの後、はい、シャワーした広岡選手とかに何かこう怒ったりとかしましたか、うん、なるほど、ありましたね。結構つば九郎も濡れてましたね。何かありましたか、あの後。さあ、あの日の試合最高でしたね。ね、見てても気持ちよかったです。はい、向こうから謝罪が来た。ごめんなさいと。許してあげました。許してない。許してないんだ。またかけられちゃった。ね、結構濡れましたもんね、あれね。許してないんですって。で、一瞬不安になりましたね。びちょびちょになってね。はい。はい、じゃあ他にある方。はいはい。好きな食べ物は何ですか。好きな食べ物なんですか。一番聞きたいんだよね。好きな食べ物なんですかって、すごいね。その角度、ジュリーの角度だね、帽子ね。ここじゃねえ、なんかね、ハウちゃん。はい、おっぽーじゃないですよ。記者じゃない。はい。好きな食べ物なんですかって。あ、引いてきた。好きな食べ物いっぱいね。結構食いしん坊だから、つぼくろね。何を食べるかな、何だと思う。ちょっとわかんない。わかんないね。何だと思う。つぼくろはね、ほんと食いしん坊だから。見て。ぽっぽー。いや、違う。質問だね。質問に答えてないじゃん、これ。ぽっぽーに。しかも記者じゃないから、これマイクのねハウリングだからね。よかったら A もらえるよこれ。やった。はい、どうぞ。はい、えらい。はい、えらいですね。ありがとう。はい、なるほど。鹿児島ね、2日間ありましたけどもね。思い出して、思い出して、ズバクロ思い出して。うん、ソロバン弾くの。ズバクロってソロバン弾くの。そういう世代の、しかも左手で弾くんだね。いえ、途中から工藤静香、それなかなかね、答えに言いません。鹿児島だからね、まあ結構あると思うんですけどね。はい、さあ、鹿児島気になりますよね。夜は何したのか。さあ、つば九郎は何してましたか。風張くん、秋吉くん、中尾くんとばったり。あ、ばったり会ったんですね。結構若手で言ってたんですね、これね。これになると一番年上ですか。風張くんなんですかね。あ、つば九郎ね。ばったり会ったんですね。はい、だんつて、なので多分パトロールは行ったと思うんですよね。はい、どうもありがとうございました。はい、どこに行ってのはね、なかなか細かいとこ言っちゃうとね、結構そこの、ね、人になっちゃう、内緒ということで。さあ、はいはい、今年受験生なんですけど、はい、もうすでにメンタルやられてるんで、はい、合格祈願のためになんかありがたいお言葉をつば九郎からいただきたいんです。なるさん、さっきの答えです。あ、荒木くん、鵜久森くんとも言ったなっていう。急に思い出した。今質問聞いてた。今すごい一生懸命受験の話とかしてたのに質問聞いてなかった。ばったり会ったら思い出しちゃったの、急にね。思い出しちゃったから。結構選手いたみたいです、夜。はい、もう一回いいですか。はい、今年受験生なんですけど、もうメンタルがずたずたにやられてるんで、うん、合格祈願のために何かありがたいお言葉を。あ、これはもうありがたい言葉ね。受験もまだまだ半年ありますけどね、頑張ってる。結構メンタルやられちゃってるんですね。俺はつば九郎に言葉もらえたらもう絶対大丈夫ですよ。はい、出たとこ勝負。もう考えずにいけと。出たとこで勝負しろということです。どうです、いけそうですか。いける。よし、じゃあこれ持って、はい、それ持って行ってください。こんにちは。こんにちは。古賀選手を高校生の時から応援してるんですけれども、はい、今ずっと一軍にいらっしゃるんですけれども、はい、何かお話とかされましたか。明徳義塾高校ね、高校生から今19歳ですからね。何かお話しますかって、つば九郎はもう一軍にいますからね。保護者ですかって聞いてます。あなた保護者ですかっていう。ただの応援してるもん。高校の時から見てるってことは、その四国まで、はい、明徳義塾が好きで、はい、古賀選手を甲子園まで行って応援にしてたんですけれども、
保護者じゃない。全然違う。もともとはヤクルトファンなんですよね。ヤクルトファンで、で明徳義塾も好き。古賀選手が、うん、全然違います。顔は似てるってこと？顔似てるんですか？似てますか？似てない。はい。それは一定するんですね。応援したのに顔は似てるの嫌なんですか？ヤクルトに入団されたので、はい、ちょっと嬉しくって最近。いやいや。すごいな。違いますって。違いますよね。ありがとうございます。はい。でも親だったら嬉しいじゃないですか。それはそれで。でも親でもないんですけど。親でもね、もちろん分かってますよ。はい。嬉しいです。はい。そうなんです。嬉しいですね。でもあんまり喋ってないかもしれないですね。まだ必死かもしれないですね。はい。はい。鹿児島でちょっと話した、あ、鹿児島でちょっと話したみたいです。そう、出れたのでテレビでずっと観戦してるんですけれども、はい、はいはい、なのでちょっと話したみたいです。ただ内容だけはね、ちょっとまだ細かくね、置いといて置いといてなんですよ。戻して、戻さないで蹴って、あー、どけてた、遠くにバイバイじゃないですか。そんなやばいことでもないですからね。はい、他、質問なんですけど、はい、私はあのつば九郎が、あの、はい、ゴリカヤメさんと結婚すると思ってたんですけど。なるほど。そう、ね、泣かないつば九郎、はい、してたんですけど、ちょっとこの間、あの、はい、別の方と交際報道があって、ね、あの、ね、どういうお気持ちですか。なるほど。さあ、今のお気持ちをね、聞くということでございますけど、さあ、つば九郎、ゴリカヤメちゃんと結婚する、IT のバカ野郎IT のバカ野郎です。最近ね、 IT 関係が結構モテますんでね、バカ野郎。はい、ちょっと悲しい質問をしてしまった。いやいや、いいんですよ、最後の質問だから。いやだ、はい、ありがとうございます。怒ってますよ、最後の質問ですね。はい、ありがとうございます。はい、というわけでございます。はい、じゃあ僕行こう、僕行こう。つば九郎はなんで喋らないんですか。あの子供の言う、つば九郎はなんで喋らないんですかって来てますけども、さあ、つば九郎、これは何て答えたらいいでしょうね、子供にはね。さあ、つば九郎、ね、答えてくれると思いますよ。なんで君が喋るんですか。はい、逆に答えよう。なんで君が喋るんですか。人間だから。え、人間だから。あ、答え言ったじゃん。だからつば九郎は人間じゃないからじゃない、鳥だから。でもなんで字書けるの。え、でもなんで字が書けるの。うん、もうこれずっとさ、銅像巡りになるからやめよっか。え、はい、次の人へ。つば九郎は鳥だからってこと。あ、どうぞ。この前ハマったで DJ ハローキティが出てきて、はい、すごく盛り上げてたんですけれども、はい、スワローズにも DJ TK がいると思うんですけど、はい、今後どこかで登場する予定はありますか。DJ が登場する予定がありますかっていう、つば九郎、今後どこかで予定ありますかって、 DJ 登場する予定ありますかって。さあ、予定はどこにあるんでしょうか。まあ、あなたの心の中にありますよって方、よろしいですか。なんと言いましたが、はい、その後あなたの心の中にすっかしゃって言いましたね。はい、ありがとうございます。はい、他に質問ある方、はい、来月神宮球場の近くの明治記念館で結婚式をあげるんですが、はい、ご苦労さん来てくれませんか。なるほど、いつですか結婚式は。ちなみに結婚式いつですか。6月9日です。6月9日に、土曜日の予定はどうですか。土曜日の6月9日に結婚式を挙げるそうです。つば九郎どうですかってことですけども。さあ、つば九郎、うん、はい、めでたいことでございます。彼女が結婚します。はい、ご結婚おめでとうございます。お幸せに。もう行ったみたいにしちゃっていいじゃないですか。ここに何書くんですか。お名前、名前、ゆうすけとあゆみです。ゆうすけとあゆみ、ゆうすけ、あ、これはすごいですね。すごい、すごい、これは素晴らしい。ゆうすけとあゆみさんへ、はい、もう6月9日に行ったことにしてください。はい、さあ、はい、今にはですね、出会いもあれば分かるもあれば出会うんです、その余計なことは。今幸せに本人たち喜んでんだから。ああ、しかも書いたところ裏に書いてあったよ。裏は見ないようにしてください。はい、額縁かなんかに入れて裏見ないようにしてください。すいません、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。
これから交流戦があるんですけど、つば九郎が一番パリーグの中で一番仲のいいキャラクターって誰ですか。さあパリーグの一番仲のいいマスコットは、さあパリーグの仲のいいわかるんですか、仲のいい、さあワクロの中身は誰ですか、ビジネスパートナーマー君ハリーですって、が仲いいんですって、いいですかこれで、はい、交流戦見に行ってくださいね、はい、はい、他見に来てください、好きな飲み物は飲み物どっち好きな好きなどっち、乗り物、え、お父さん何て言ったんですか、好きな飲み物です、飲み物、好きな飲み物何ですかっていう感じですけども、新幹線飲めない、新幹線飲めない、じゃあ好きな乗り物じゃなくて飲み物です、飲み物、好きな飲み物何ですかっていう、さあ、ジョア、ヤクルトジョア、アピール、ね、もう安定してるでしょ、アピールいらないでしょ球団に、アピールジョアですね、ジョアだって、ジョア飲んでね、僕ジョア飲んでね、はい、ありがとう、でこれ今プレゼントしますんで、はい、他、ザクロさん、はじめまして、はじめまして、初めてのことね、まもなく父が古希を迎えるんですが、はい、おすすめの家電とかあったら教えていただけますか、おすすめなんですか、家電、古希を迎える、はい、おすすめな家電プレゼントするんですか、ぜひこれは真剣にちょっと、おやきって言うんですか、おやきで、え、おやきじゃないぞ、おやき、あ、コキコキが、コキを迎えるからおやきをやってください、どうだすごい、ちょっとじゃあね、家電こう、あのおやきだけ買ってください、2階へどうぞ、2階へどうぞ、2階にください、はい、実際にね、びっくりしますけどね、急におやきでもらってもね、他何かありますか、決める方法、さあこれ非売品ですが売ってないですからね、これ、はい、さあ名字が宮本さんいますか、宮本さんいない、今日はいないですね、あでも行ってもらったね、え、さあじゃあどうしますか、名字がバレンティンさんいないんだよ、いるわけないでしょ、動画がいなってけど、バレンティンポーションいないですよ、全然どんどんこれ遠ざかるわ、逆にいたら怖いですけど、はい、さあどんな条件ありますか、はい、フランク・ミューラーの時計をここで今日買った人いますか、買った、本当に買った、本当に買って持ってる、あれレシートかなんか持ってるんですか、あれ本当に買ってるよ、じゃあちょっとスタッフの方に見せてあげて、あらららら、11時32分、あっそう、冷たいな、おいせっかく買ってくれた、さっきね、1回目のステージでフランクミール買ってねって言って買った、あらもうこれ T シャツだけでいいのかな、本当に T シャツ、じゃあプレゼントで、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、次はですねチケットでございます、6月8日の金曜日オリックス戦の、チケットが、ペアで1組、はい、ニュースライブに行く人、ニュースのライブに行く人、今からニュースのライブ行く人、12、あ、ギルギル1、2、3、4、5、5人ぐらいいますよ、ニュースのライブに行く人、本当にいちゃったね、さっきいなかったんですけど、はい、はい、わかりました、ニュースのライブのチケットとトレードします、いかがですか、トレードです、あ、ダメですか、ニュースダメ、はい、怒ってますよ、じゃあダメですね、お会いの条件は、悪質なタックルを受けた人、悪質、感覚の人いますか、感覚のアメフトいますか、あ、いないです、半額のアメフト見ないですか、いないですよ、つば九郎、あの人にじゃあ直接あげてくださいよ、さあこれが最後のプレゼントですが、このプレゼントのもらえる条件はつば九郎なんでしょうか、さあ欲しい人、いや全員が欲しい、切れない切れない、
いね、いいね、欲しい人、欲しい人、はい、いやもう全員ですよ、ほら、さあ、こっから、はい、5000円から、いやない、売らない、売らない、これペアでプレゼントってんだから、5000円からじゃない、セミじゃないんですよ。はい、じゃあこれ OK ということで、もう私ですか。はい、おめでとうございます。はい、というわけでございましたよ。なんかありますか。はい、はい、売るなよって感じのチケット売るなよって。ちなみにどちらのファンですか。ヤクルト。今なんか怪しかったですね。怪しかったですね。ヤクルトファンですか。阪神とヤクルト全員怒ってますからね。はい、まあでも誕生日おめでとうございます。